石の宝電は、人工的な巨石が残る遺跡などに付けられた名称。兵庫県と大阪府に5カ所ある。大阪府寝屋川市の甲羅神社裏山にある古墳のこと。露出した石室から、石宝殿古墳と呼ばれ、国の史跡に指定されている。石の宝殿兵庫県高砂市、宝殿山山腹の小石神社に神体として、祀られている巨石。鎮の石室、天の浮石。 または単に浮石とも。2014年10月6日に、石の宝殿及び竜山石祭石遺跡として、他の史跡群と共に、国の史跡に一括指定された。この小石神社の石の宝殿と、宮城県塩釜神社の塩釜、鹿児島県霧島神宮の天坂鉾を総称して、日本三基と呼ぶ。幅6.4メートル、高さ5.7メートル、奥行き7.2メートル。 重さは推定500トンを超える。立山医師として知られる、業界岩の岩山の中原を削って作られており、三方を加工前の岩盤に囲まれている。誰がいつ何の目的で作ったものであるのかは、学術的に判然としていない。謎を解明するため、高砂市教育委員会が大手前大学史学研究所の協力で各種の調査に着手している。 2005年から2006年にかけては、レーザーによる三次元計測を実施し、周囲の岩盤も含めた形状を詳しく調べた。主部は平たい二つの脳が叩いを縦向きにして、一回り小さな脳が叩いを挟み込んだような形状であり、側面の一つにピラミッドの頂上を切ったような形状の突起がある。工術の歴史的記述にもあるように、家を横倒しにしたような全容をしている。 また旧型のブラウン管テレビに似ているという人もいる。下部の岩盤は大きくくぼんでおり、池になっている。社殿によれば、この池は干ばつの際にも枯れず、水位は海の潮位と連動するとされる。浮石と呼ばれるゆえは、わずかにつながった底部中央の支柱状の部分が巨石自体の四角になり、巨石が池の上空に浮かんでいるように見えるためである。岩の上部には、 加工当時にはなかったと見られる多くの臓器が生えている。周囲の岩盤と巨石との間は、大人が一人通れる程度の幅で、周回が可能である。また宝殿山の頂上に登れば、上部から全容を覗き見ることができる。小石神社の社殿に、大名虫の神と消費那神の二神による伝説が伝えられている。二神が出雲国から、 ハリマ国に来た際、石像の宮殿を建てようとして、一夜のうちに現在の形まで作ったが、途中でハリマの土着の神の反乱が起こり、宮殿造営を止めて反乱を鎮圧している間に夜が明けてしまい、宮殿は横倒しのまま起こすことができなかった。しかし二神は、宮殿が未完成でもここに静まり国土を守ることを誓ったというものである。 南北朝時代の知事、ミネアイキでは、単純に天神が石で社を作ろうとしたが、夜明けまでに押し起こすことができずに帰っていったと、解説されている。一方、713年から717年頃の、成立とされる、ハリマ国風土器の南群大木里城にある、記述には、玄南優作石家たち女町二条広市一条五尺高、また女の名工曰く、 大石伝えう聖徳王よ。馬屋とゆげ大連森屋所作りの石なり、書き下ろし、原の南に作り石あり。形、矢のごとし。長さ二条、広しさ一条も尺、高さも角のごとし。な、こうを大石という。伝えて言えらく、聖徳の王のおよ、ゆげの大連の作れる石なり。とある。聖徳の王は、聖徳大使、ゆげの大連は、 モノノベモリアと考えられているが、聖徳太子が摂政であった時代には、モノノベモリアはすでに死亡していたと伝えられているため、この記述は矛盾をはらんでいるとされる。幕末にシーボルトが訪れ、詳細な3枚のスケッチを残している。この絵は著書、日本の第1冊目に収録されている。松本清長は著書、日の道において、奈良県梨原市の巨石。 マスダガとの関連を指摘している。六甲山の赤鳳殿は、六甲山町から東に1キロメートルの峰の上に、あり、1613年に、西宮のう子により混流された。分水霊場で、混流以前から霊場として、修験道場であったようで、近世以降は、雨乞いの場でもあった。現在も、神社として機能している。山の殿について、 カツさんの赤ど殿について、ありがとうございます。